はい、東京バナナ持ってこられたらちょっと嫌だかも、うん、東京バナナはちょっと嫌だかも、うん、でも餃子だと確かにびっくりですよね。餃子ってかたこ焼きだった、ごめんたこ焼き、ちょっとメロンさんの言うの高級メロンならみたいな。どこの餃子かによってやっぱりね、あのミロンさんの切り口は一つ違いますよ、うん、餃子でも、うん、場所によって違うと、例えば満州から、満州の餃子で中国、中国から直接で、うん、仕入れてきた餃子だったら、そういう話じゃないから、これは1日限定100人で、そういう餃子だったら、これ出さないで、でもそんなにあれなんだ、がっかり感あるんですね、三重県。わかる、僕は実は三重県の近くに住んでるんだけど、わかる、あのどこにでもあるんですよ、本当に。赤福、うん、そこら辺なんか本当にトラヤだったら、うん、工事コーナーみたいな感じ、工事コーナーでもキオスクで売ってるみたいな。あ、だから本当に僕ら行ってる、僕らもでもちょっと待って、一つ疑問に思うのは、その三重県の人に赤福を買うってやっぱおかしくない？うん、だって自分の地元のものを買ってきようと思うんだよね。うん、そうですよね。あ、三重県出身の男性も、ね、男性は全然違う。男性は別の。男性は別のところでしょ。うん、でも両親と実家が三重県なんでしょ。うん、奥さんで、奥さんのね、うん、奥さんのそれはおかしいですよ。それは、いやっていうことは三重県に買ったってことでしょ。いや、わかんない。それさ、そうなんだよ。そんなことない。僕の出身は、あんまり、まあ、あの、自分の出身のもの買わなくない。向こうの出身のもの買わなくない。そう、福岡から東京に来た人が東京バナナを持ってくるみたいなことですよね。そうですよ。だから、四国にいた人が、水戸に行って水戸納豆買うようなんですよ。いやいや、私水戸納豆いつも買ってるじゃん。大丈夫、持ってる持ってる。ちょっとやっぱ変わった人なんだ。いくらバナナに包まれてもいや、まあどこで買ったか分かんないんだけど、僕の感覚は三重っていう感覚がなんか、いや、なんだけど三重の人に三重のもの買っちゃダメでしょ。だから三重のものだっていう感覚ないですよね。まず僕もそれしてたし、赤服って僕新大阪でいつも買ってます。あ、そうか。しかもちゃんとしたところ。ちょっと待って、それはそれはそれそれはひどいと思う。だってさ、だって赤服って三重のもんだもん。うん、それはわかる。それはあなたの奥さんは三重県の奥さんのお届けしてるんでしょ。三重県何にも知らせないのって思っちゃうもんね。今赤服もんでは違う形で違うもんだよ。赤服は三重っていう。いや、ハワイに行った人がお土産で東京バナナ買ってくるもんですよ。分かった。じゃあさ、今日僕日記で書いて赤服のがどこのものかってわかりますかっていうのがみんな分からないって答えたとしても、うん、奥さんが三重県だったら分からなきゃダメだと思う。彼女が三重県だったら、そう、奥さんっていうか、奥さんっていうか、まだ、まだ結婚して、うん、で、その旦那さんに聞きたいのが、うん、その赤服どこで買いましたかって聞きたい、うん、それがもし東京で買ったとしたら悲劇だと思う、うん、そんな偶然あるんだ、まさにクラッシュだぜみたいな。一番ありえるのは大阪だと思う。大阪でね、うん、大阪で乗り換えるの。じゃあ飛んだ才能だったな、それは。でもあれですよ、もし三重県に買ったとしたら、うん、赤服一個でそういう人間模様が湧き上がるわけですよ。そうそう、だってさ、あの大阪だったもん。そうなんです、ね、ずっとうまくいったのに、そんなことで、それわかる。非常識でしょ、それ。ちょっとしたことで確かに家族が急に全部ダメになることある。怖いですね。だ、一種のクラッシュですね。クラッシュですね。戻ってきました。だから僕ら、だからむしろその三重県の人たちを責めたわけだけども、確かにね。まあ責められないな。責められない。だから三重県の人の合理性ですからね。前ニュースになったじゃないですか、大きい赤服のさ賞味期限ありました。それで、ね、赤服って三重のお菓子なんだって思いました。私赤服食べたことなくて、その時赤服ってお菓子の存在を初めて知ったけど、そのニュースで、あ、そういうお菓子が三重にあるんだっていうことを知りました。だから今まで一回も食べた。じゃあ白い恋人はどこか分かるんですか。北海道。なんでそれは知ってるんだろう。白い恋人、北海道にいる人に白い恋人買ってたらおかしくない。おかしい。それさ、もうトウキビチョコとか、そうそうそう、知ってればね、知ってればそうかもしれないけど、うん、知らなかったんですよ。知らなかったのね。で、それは、うん、まあでも知らなかったら結構高級なものだと思いそうですよね、うん、赤服っていうのは、ね、ずっと高級なものだと思う。高級なものだと思います、うん、僕も、うん、そうなんだ、そうなんですね。赤服で結構順当だと思う。赤服だからそうなんですよね。それは育った環境にもよるし、親の教育にもよるし、そのね、うん、人の価値観とかね、
考え方、例えば金銭面に関してとか習慣にしても、うん、それはみんな結構批判するけども、うん、その人だけの問題じゃなくて、うん、親を背負ってるわけですよね、うん、親の教育とか、うん、環境とかね、文化とか、うん、だからそれを批判するってことはその人の親を批判してることにもなるし、うん、ものすごく大変なことだ、うん、だけどあまりにもそう批判するよね、軽くね、うん、そうね、俺と違うっていう、軽く言っちゃうかもしれない、うん、それはもう気をつけた方がいいと思う。でも難しい、さっきの赤福も怒ったのは、うん、その三重県のご実家の人たちが怒ったんですよ、ね、こんな人と結婚していいのまでなってるから、うん、やべえぞこれはみたいな感じで結構みんなで頑張ってた、あの時は、うん、しかもなんか結婚する時って、うん、その、うん、まあ、特にその女性側の親って、うん、結構厳しく見てるじゃないですか、はい、男性のことを、大事な娘を預けるから、ね、そうそう、うん、でちっちゃいことがあっても、うん、なんかこの人大丈夫みたいになってくるから、うん、そこを一個一個潰していって円満にしなきゃいけない段階なのに、ね、うん、ちょっとそういうことが、よりによって赤服をね、うん、ちょっとうなぎいっぱいはじゃあどこ、名古屋、浜松、名古屋名古屋ほら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 、そういうもんなんだね。ちなみにひよこってなんかひよこお菓子、ちょっとピヨンとあれも若干揉めますよね。東京と違って、違う問題に変わってきた。ちなみにところでですね、そのいや答えは知らないんですけど、そうするとどこどこでなんか ラーメンが塩味と醤油味に変わるとか、そんな話でもね。違う、銘菓ひよこまんじゅうってあります、ね、東京土産なのか福岡土産なのかってなんかちょっと論争があるっぽいですっぽいんですね。まあいいですよ、仕事しましょう話というようにね、お菓子一つでもそんなやっぱりこだわるんだから、彼の場合ずっと尊敬するお父さんを見てくれる、そっちの彼ね、あのライオン、お菓子ですらさ、こんなにこだわるぐらいだと自分の身内の人がね、こういうふうな目にあったら人生を潰されてるわけですよ、ね、そうね、もうお父さん廃人っぽいような感じだったね、ちょっとね、ずっと眠れないでトイレに座ってるんですよ、そうそうそう、だったらそんなことをされたお前ら触られるぐらい、どうだろう、これ男の方のあれなんだろう、僕は違うけど、うん、これは違うそういうせねかみたいなそんな感じになる彼の気持ちもちょっとわかんない、うん、なんか女性から言わせてもらうとそれ一番やられたくないですよ、うん、そうですね、まだね、ぶん殴られた方がいい、ぶ、うん殴ったらだって捕まっちゃう、いやだって取り調べしないといけない、あんなことされたらもっと捕まっちゃうんじゃない、ぶん殴ったらこうなんかね、青あざとかできて、あ、そっかそっか、あと一番屈辱的なことしたら、そう、もう超ムカつく、だからこの人はその差別主義的なところがあると、黒人に対してね、でお父さんに対してものすごい優しいと、そう、ね、こういうまず2つの面があるっていうのが分かったと思うんだけど、次にまたでっかいぶつかり合いがあると、でそれは前の日の夜の話だったんだけど、さっき の自動車事故で女性に対してこうハラスメントしたと、その次の朝にまあいろいろごたごたあるんですけども、実はこの、クリスンっていう黒人の奥さんの方が、鼻が広がった人の、鼻が広がった方じゃない、鼻が広がった人じゃない、黒人テレビ局のエッチなことされた、エッチなことされた、そうそう、四角い顔 あのテレビ局の人の、ちょっとこう眉毛が細い奥さんね、そうですね、描いたよね、描いたような眉毛ので、なんかその旦那とよりを戻そうとして旦那の職場に行くんだけども、はいはい、そこでまたすれ違って、まあ、イライラしたんでしょうね、うん、帰りの車がなんかで高速の出口かなんかで事故を起こしてひっくり返っちゃうんですね、そうね、ひっくり返って、まあ、シートベルトしてて こんな首にかかっちゃって、ひっくり返ってるからこう逆さになって息もできなくてもう死にそうになってるわけ、うん、であのぶつかった車がもう炎上してると、でその近くの車ですよ、うん、ひっくり返って車の近くが炎上してる、炎上してて、で彼女の車からガソリンが漏れてると、ポタ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 死んじゃう、燃えちゃう、映画でしか見たことないシーンですよ、ね、ハリウッドテレビだったね、そっち側坂間に入るそこにライアンが来るわけです、来たライアン、差別主義のね、差別主義の先ほどあのそう奥さんにひどいことした人ね、で彼がたまたま来るんですよね、たまたま来る、うん、で他の人もいっぱいいるんだけども、まあ、なんか他の人はうろちょろしてるみたいな、うん、でライアンだけがその車にまっすぐ走っ て正義感があってね、奥さんを助けようとする、知らずにね、そうで車の中にも
何潜り込んで助けようとして息できますかみたいな話をするわけ、はい、話してる最中に気づくわけですよ、うん、あいつだってあの白人のあいつだ、昨日のあいつだって俺に屈辱した屈辱的なことをしたあいつだと、そうそうそう、あなたは嫌みたいなさ、やめてやめて、あなただけはやめて、触らないでっていうわけを助けようとしてきて来てるの、うん、で彼もダイアンの方も気づくわけです、うん、そうそう、あーってクソって言うんだよね、助けたい人がよりによってよりによってって助けたいんだけど、うん、でだけども助けようとするわけ、奥さん、私はあなたを助けたんだ。その時は警察のその純粋な熱にあふれた誠実な人が戻ってるんですよね。そう、人の命を助けたい、正義感に燃えた人になってるわけ。もう3つの顔がそこで見えてるわけですよ。奥さんはたまたま2つの目を見ちゃった。うん、まあそういうことはないけども、確かに普通は1つの目しか見れないんですよ。確かに。だから人によって見れば彼は、なんていうか鼻持ちならない白人、黒人差別主義者だし、警察の内部とか助けられた人から見ればヒーローなんですよ ね、 そうね、命がけで人を救う、ガソリンポタポタ落ちていつ燃えるって分かんないんですよ、爆発しに巻き込まれちゃうかもしれない、うんうん、そうそう、近所のそういうずっと彼ら親子を見てきた人たちはお父さん思いのものすごい優しい人っていう、うん、全然別な面が見えてる、うん、それが一人の人間だ。上水さん何メモってるんですか、多様性っていうことをちょっと見守ってます。そうですね。本当になんかちびまる子ちゃんのことが書いてある。もうこのシーンはもうすごくて、あんなにこう平気でね、いやらしいことした人がスカートを戻すのにも、奥さんスカートは下げますから触ってもいいですかみたいな、全然違う人間なんだよ。でもそれがなんかそれがリアルなんだ。それが本当っぽいんです、本当の現実っぽいっていうか、うんうん、そういうことってあ、そう、ある、ゆうきゆうさんもやめとくかダメだね、そうね、そういう面じゃない面があるかも、私もなんかザマの事件をちょっと思い出して、ザマね、あの9人の人を殺しちゃった、そうそう、人によってすごい優しい人って言ってた、言ってましたね、まさに多様性なのかなって思って、あ、それは違う、嘘だと思う、言いたい、言いたいだけ、全然言いたいだけ、多様性っていう言葉の、あ、多様性ね、ダイバーシティ、その使い方がちょっと違うか、教えて、うん、多面的って言ったら、多面的、あ、そうね、多面的だよね、なんか生物の多様性みたいな、そういうこと、多様性っていうと、まあいろんな人がいると、うん、でもそれは一緒に同居して生きていきましょうっていう意味だよね、うん、多面性っていうと一人の人がいくつかの面を持ってる、じゃあ違う、多面性か、多面性か、面に書き直し、人がいろんな面を持っている、うん、あのだから一人の人間が、でもここに多様性って書いてあるもんね、本当だ、どっちかしら、6ページ目に多様性って書いてあるもん、あ、じゃあ私が間違えてました、いや違う、これは、でも多面性の方がなんか確かに多面性かな、うん、でも多面性っていう言葉があるかどうか分かんない、いや多様性ではないね、ダイバーシティって言うともう分岐しても違うもんね、うん、ちょっとでも多様性も分かるような気がして、僕2つあると思ってて、その、ね、うん、1つは、まあ、多面性ですよね、それぞれ役割というか、うん、それぞれの状況に応じて、うん、職業とか父親であるとか、うん、7つの習慣に絡んでくると思ってて、うん、ありますね、7つの習慣で自分で役割を作るじゃないですか、そうです ね、5つか3つ7つぐらい作るじゃないですか、人っていうのは例えば仕事だけをしすぎちゃったりとか、うん、家庭だけをしすぎちゃったりするけど、実はいくつかの役割を持っているんだと、うん、家では父親、会社では社員、あるいはここでは先生とかね、その全ての役割をちゃんとバランスよく満たさないと人生というのはダメですよと、うまくいきませんよっていうのが7つの習慣ですよね、それぞれやっぱりその中で目標とか、あのどう思ってるか、他人とどう接するかっていうのは微妙に違ったりすると、別な顔を見せると、一人の人間がそのものが、はいはい、もうそれが多面性に近いと思うんですけど、うす、ね、もう一つあって、それは接する相手によって違うじゃないですか、まあ、管理主管性の話になっちゃうんですけど、はいはいはい、それはもう完全に多様性だと思うんです、それ多様性、同じ役割の中でも確かに、その、あ、その今僕が思ったのは、多様性っていうと、そのいわゆるダイバーシティとか、うん、そういう言葉を浮かべちゃうけど、要って様ってことで、うん、いろんな様が見えるっていうようなことですね、ですね、多様性、なるほど、状況とか人によっても、うん、まあ、人によって同じような、例えば職場でも、うん、人によって確かに違いますよね、そうそう、コーヒー着することもあれば、それはその人が持ってるものだけじゃなくて相手にもよりますよね、監視感性の話、そういう話しましたよね、相手が例えばすごく怒りん坊の人だと本音を言わずにことを済まそうとしたりとかね、うん、あるいはその自分の好みの女性だったりすると妙に優しくしたりとか、うん、
同じ人でも全然違う現れ方だと、そう同じ役割だったらね、それはもう完全に多様性に近いですね。二つあると合点していただきました納得しよう、合点がしそもそも一つの人間としても多面性を持ってる、うん、なおかつ人と接する時によってそれぞれにおいて、いろんな様が現れると、普通はそんな違わないんだと思うんですよ。そうかな、うん、だと、うん、違います。どうだろうな、例えばある役割だったらもうほとんど同じ、例えば会社ですごくヒーローだけど、うん、家では虐げられてるお父さんとか、うん、それは役割の違いです。あ、役割がしまった僕の言ってるのは多様性、多様性なら、いや、それはあるでしょ、例えばすごく好みの女性すみませんでした、逆突っ込み その好みの女性にすごくひいきしてあったりする人って多いですよね、まあ、そうですね、恋愛ってそういう意味ではそうですよね、ものすごい現れますよね。私の周りには装飾系しかいないみたいなね、いや、あなたがみたいな人を装飾系にしてるんですみたいな、 あなたとの人の噂はみたいな、多様性ですよそう、だからなんだろう、僕はいつも恋愛相談で、その女性がどうなのかっていつも聞くんですよね。例えば褒め言葉しかない、その女性を褒めてしかいない場合は、うん、この人は本音を言えない女性なんだ、この人に対しては、うん、嫌味とか、ダメなところを言えない女性なんだと思っちゃうんですよ、うん、そうするとこの人が見てるのはある周りの男性の一部しか見てないなと思っちゃうんですよ、ね、うんうんうん、そうですね。あるいはその付き合ってて、まあ、相談とかでもあるんだけど、最初はラブラブだったけど女性が結婚に要した瞬間に男性離れていくんですよ、うん、そうすると男性はその女性に対してなんか結婚したいと思ってるんだ、でも今は無理だとか、だからだんだんその彼女に媚びてるけど本音じゃないみたいなことしか言わなくなる、あ、それそういう風になりますよね。この女性がこの男性を決めてて、うん、この男性はひどいじゃなくてあなたが操作しているんですっていう、そうですね、うん、僕がすごくあの博士の音声のやつで、はい、あのわーっと思ったのは、うん、ある夫人の話、ある夫人誰だろう、ある夫人ね、ある夫人ね、深川のラジオ番組かなんかで、はいはいはい、ある夫人が飛行機が遅れてる、はい、詰め寄る話をした、ああ、デヴィ夫人、デヴィある夫人ある夫人じゃないけれどもねデヴィ夫人が飛行機のそのなんていうか乗務員かなんかにその飛行機が遅れてるから、はいはい、いつ出るいつ出るって問い詰めたと、はい、だその係員の人があと1時間あ30分後に出ます、うん、でもまだ出ない、うん、1時間後に出ますまだ出ないと、あと20分待ってください出ないと、ついにデヴィ夫人ある夫人が怒って、うん、お前は嘘つきだって言ったらば、うん、その係員の人が何て言ったと思います、はい、はい、フリップに書いてる今の話を聞いて、お前が嘘つきにさせたんだ、素晴らしい、絶対でした、一回上連れさんの違う答えですよ、ね、違うって言ったのやつですあなたが私に嘘をつかせてるんだ、そう言ったんですか、乗務員の人、乗務員がそれが深川かなんかのラジオですよね、そうそうです、素晴らしい、深川亮さんがラジオやってて、それを僕は聞いてた、はい、それを恋愛相談の中でその話を持ち出して、うん、あなたが言わせてるんじゃないですかって話をして、すごい話、とてもすごい感動した、うん、乗務員勇気あるんですね乗務員デビュー夫人って知らなかった、いやもうどっちでもいいわデビューある、デビューある、私見たことありますよ、この重要に忘れたわ、空港でデビュー夫人見たことあるカート、カートにあの乗務員、あのそのグランドスタッフの人がカートを運転して夫人を運んでた、いやもうデビュー夫人だからそれを知ってるから今の話がありますよ、もう空港のスタッフみんな召使いですね。そうそうそう。ほほほって言いながらね。まあデヴィ夫人ならしょうがないですね。すごい下にも置かないもてなし。だってそんなことしたら絶対クビになりそうじゃないですか。なるね。特別なそのなんか、うん。絶対上に報告するでしょ。だって夫人は。報告する。うん。結構こういうのって今のその人間が本当は多面性を持って多様性を持って多面性多様性を持ってる。で自分に関してはそれはよくわかるけども人に関してはある一面しか見てないから。単純だと思うというのは、そう、ね、言ってるとかありがちです、そう、言ってるの好きな言葉ですね、好きですね分かる、それも認知バイアスであって、そう、例えば僕がこうドアから出てきますよね、その時につまずいたとしましょう、なんか荷物が置いてあるね、はい、そうすると、はい、僕はこう思うわけでしょ、うん、
俺が悪いんじゃん、この荷物が悪いんだっていう環境のせいにじゃん、はいはい、だけど、見てる人たちはあいつどっちだなって、あ、大丈夫かなって大丈夫かな、怪我はないから、そうそうそう、そういうなんか人間がやつだ、焦点が分かんなくなってちょっとまあいいか、何を言おうとしたか僕も分かんない、次行きましょう、はい、あとで大丈夫かな、はい、でそれがもう多様性、多様性だから、この人をですね、このライアンっていう計算時間、うん、少なくとも3つの面が、しかもものすごくこう相反してるとか違反してる面があるということですね、うんうん、普段僕らはそれは見えない、うん、そうね、それを見せるんだよ、映画はね、すごい、どういう映画にしてはなんかこういう、うん、ハリウッド映画が、ハリウッド映画に対してあなたは一方で見てますね、今レッテル貼ってました、もうダイハードのイメージ、ハリウッド映画にしてはそうそうダイハードってもう随分前に終わってるわなんかアクションでわーみたいな感じだけかと思ってたら、うん、すごい喋ってきてるダイハードも好きなんだよな俺な、ダイハード分かります、私もダイハード大好き、背中にねあのテープ貼ってね爆発から出てくるときにどうでもいいんですけど、どうでもいいでもいいよ、そういうなんか人間の内面にすごい焦点を当てて、確かにハリウッド映画のイメージだと、うん、悪者は悪者だと、そう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 、ね、でもスター・ウォーズでさえあの後々悪者が悪者じゃなかったりするんですよ ね、 そうですね、そうだね、あれも多面性を見せてます、ね、そうです、多様性というか、なるほど、それをとしました、もしかしたらそれは僕大好き、だからあれは愛の映画だと、しかもなんか暗黒面と人がさ、そのダークサイドとかライトサイドの芸人を変わるのを描いてるんですよね、それを一人の女性を愛したがために落ちたんです、そうそうそう、それが面白い、僕書いてたんだよ、日記に、まあいいよ、なるほど、はい、爆笑問題の太田が、あの、なんだっけ、あの宮崎駿を批判しててラジオでね、それはそういうふうに多面性を描いてないと、うんうんうん、人をこう決めつけてしまっている、うん、そんなわけないだろうって言ってましたね、うん、そのハウルは違うでしょ、でもハウルは原作が違う、原作が絵本があるんですよね、だからあれを写しただけなんですよ、だから原作が宮崎駿の映画って一方的だ、いや多面性がない、あと僕はその百田なんちゃらの、うん、永遠のゼロですね、とかあんなも全然多面性がないヒーローはヒーローで、もうそれ見た瞬間この人人間分かってないと思ってた、うんうん、あれ桃太っていや知らないけど多分桃太かな、あれ桃太っていうの、桃太の好きじゃない、誰の子だと思って関さんってなんか大体桃太だよ、本当知らないけど五十嵐って重たいんだけどそれは桃太なんだ、多分、いや分かんないです、分かりにくくなるんですよね、でもね、人がね、それはそういうことですよ、そう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 、だけどあえてこれに挑戦したっていうところでしょうね、でもライアンは人種差別の発、出たライアン弁護士が話題ですけど白熱教室みたいな、でもそこまでもう本当に何スパッとしてないっていうか、本当に黒人のことを毛嫌いしてたら絶対そこで助けないと思うんですね、だって自分の命がかかってるんですもん、確かに助け、あの、うん、本当によく見ると映画で見ると一回助けずに出てくるんですよね、うん、そうそう、他の人がもうライアン危ないから、ね、もうさ火がつきそう、もっと火がついちゃって、だけどそれでもライアンもう一回助けに行くんですよね、あの瞬間ちょっとね心臓止まりそうになるよね、あ死んじゃうんだこの黒人の女の人って、その時にだからライアンは純粋な差別主義者じゃないって感じたんですね、うん、確かにそうか、だってお父さんがその従業員に対して優しくしてるのも見てきただろうし、あの上司が黒人だったじゃないですか、その黒人が、うん、あの若造がなんかあいつと見たくない、そのライアンは、黒人の上司がいて言いましたよね、あのなんて言うんだろう、ちょっと偉い立場でね、でその人も何年も付き合ってるんだ、そうそうそう、俺はあいつとって言ってましたね、言ってたから、だから、うん、でちょっとさらに多面的に見てますね、すごい、すごい、今日のあのキングオブ緑、それを言ったらまあ僕ちょっと考えたのは、あのその彼女あの、なんだっけ、黒人の奥さんの方を何そう、黒人さんって体触った人ね、その時は多分個人として見てないんですよね、見てないね、シンボリックとして見てる、そう一般的な部分ですね、そう、僕が思ったのは、あの、その助けてる時は警察官になってるんですよね、うん、そう一黒人の女性なんですよね、うん、そういうふうに扱ってるのだけども、さっき言ったの所長さんとの付き合いは個人的な付き合いだし、うん、まあ、そうか、助ける時はあの瞬間に多分個人になったんですよ、ね、ある意味その黒人っていうレッテルを貼ったものじゃなくて、うん、人間として見てるんですよ、その黒人の上司ね、うん、あ
そんな感じだと思う。役割、なんか社会の中の一歯車役割として見てる時と、うん、それが個人になった瞬間で変わるじゃないですか。でも そこで聞きたいのは、まあそれまた後で言おうと思ってたかもしれないけど、彼がその若造のトムにもうちょっと時間が経てば分かるって言ったんです、うん、あれは何が分かる、僕が思うには、うん、あの想像ですよ、トムの過去が分からないんで、彼はずっとリベラルで育ってって、アファーティブアクションも知ってて、はい、あの平等であるべきだと、そうですね、観念的に分かってたと思うんですよ、うん、だけどもその後に話すんですけども、そのトムっていう人はこの、黒人の旦那の方とまたぶつかるんですよ。ぶつかりますね、うん、ぶつかって命を助けるんですよ、実は助けました、同じような感じ、別な感じね、このライアンが助けるのとは別の意味で助けるんですよ、うん、だけども感謝の言葉一つもなかったじゃないですか、うん、てかその助けることに対して拒否しましたよね、助けられた方のプロデューサーが、いや俺は助けてほしくないって言いました、ね、今までずっとその白人に媚びてきたんですよ。だから奥さんが乱暴されても、うん、見て見ぬふりをしてた、あ、そのプロデューサー、テレビのプロデューサー、四角い顔の、うんうん、それがある瞬間に実は黒人に実は強盗されるんですよね、うん、この最初に話したペアの黒人に、うん、でこうなんかアイデンティティが切れたんでしょうね、今まで白人に媚びてた自分のプライド、ね、理性的に振る舞ってたら奥さんにもいろいろ言われて、うん、俺はなんで誰にみんなに媚びなきゃいけないんだと思った瞬間ですよね、うん、そうですね、まあ、それも一つのクラッシュでしょうね、うん、お前らみたいな黒人のせいで俺はこんななんか媚びなきゃないんだぞっていう、うん、そういうのがぶち切れたんで、うん、警官に、まあ、その車かなんか異常な行動してるんで白人警官がどっと寄ってくるんですよ、うんうん、で行き止まりになって止まって、そこで出てこいって言われて、トムにね、トムが出てこいって言うんですよね、そうで出てったんだけども、その時はもう完全にその今まで媚びてきた黒人の、うん、テレビプロデューサーが消えて、うん、対等な人間として俺は白人には媚びないぞみたいな、そうそうそう、警官だろうが何だろうがっていう感じでもう対峙するわけですよね。で当然そうなると撃たれるっていうか捕まったりとか、うん、下手すると撃たれるわけ、すごい大声で脅してましたもんね、うん、この野郎って、うん、そうそう、手を挙げろと曲げる気はねえみたいな、そう、昨日ライアンが言った言葉と同じような言葉を言うんですよ、逆に、うん、ぶち切れちゃう、うん、だから普通はそこで撃たれるとか捕まるとかするんだけども、そこにさっきの若造の友が助けに来るんですよ、うんうん、そうね、これは俺の友達だからって、うん、だからその前の晩のそういう自分の見てたんで罪悪感もあったかもしれないし、うん、自分の主義、俺は本当はこれをしたかったんだっていう、ね、そうありましたよね。だからそこで本当に初めてその黒人を助けるっていうか、あの、はい、触れ合ったっていうか、うんうんうん、だけどもそのキャメロンってそのプロデューサーの方は拒絶しましたよね、うん、そういらねえ、うん、お前の助けはいらないと、そこで実際に頭の観念で黒人と平等であるべきだ、助けるべきだみたいなものが、まあ、そこで一旦裏切られてますよね、あ、個人としてぶつかった時に、うん、助けてくれって言われるべきだったんだ、彼から見たらありがとうの一言だったら、多分後の展開違ったと僕は思ったんですよ、あ、そうなんだ、多分今の方はトマサリスじゃなくて誰でしたっけ、ポルハギスが毎回違う、トマサリスって言いますよね、ハイリスがね、いや小説家ですから、あ、そうですか、それで忘れてた、あの、は、俺も思ってみなかったって言いそうな気がするんだけど、あ、そうかもしれない、うん、あ、そう、なんか確かに、うん、で、うん、そうか、これあの飛ばすんですけども、トムはそのなんか釈然としない気持ちだと僕は思って、ね、確かにそうですね、そこで、あ、なるほど、面白い、そこでありがとうの一言もあったらば、多分気分よく車に乗ってると思うんですよ、そうですね、だけど悶々としたまま車に乗ってるわけですよ、で今ね、この話をしてる時、映画を見てる人だけが、あーって分かりましたね。でも、言いたいことは分かるですよ。いや、分かった、分かった、ね。これから、あの、風さんが言うことを聞いて、あ、分かりました。今、何かを言う前に。言っちゃっていいですか、はい、あ、じゃあ、言っちゃっていいんですかっていう、赤くじゃねえよ。もう、これ、あの、実は3番目に話そうと思ってたんだけども、そうね、うん、で、まず私服の警官の警察のあれを脱いで、私服に着替えて車に乗っちゃうと、そうそう、はい、そこでもう役割を離れてるわけですから、ね、若造がちょっと、ね、警官の役割を離れてると、うん、釈然としないと、助けてやったのに、ちょっと待って、僕そこまでちょっともう一回。